はい、ではです。今回は練習のペースが速いことがリスクである5つの理由ということでお話をしていきます。練習ですね、考える上で、結構その重要な指標になってくるポイントっていうのが、距離と、質、ペースだと思うんですよね。基本的には、このあたりが重要なこう2大項目になってくるんじゃないかなというふうに思うんですが、その中でですね、結構そのペースが速いというのはですね、その一般的にはその質が高い練習っていうのは、もちろんそれだけトレーニング効果っていうのが高いと、こなせたんだったらトレーニング効果が高いっていうところだとか、あるいは自信がつくような練習とか、結構こういったイメージもあると思いますし、質が高い練習っていうのは、短時間でですね、高負荷がかかるので効率がいいというふうに思われる方も一定数いらっしゃるということは、承知しております。ただこの質が高いというか、ペースが速い練習ですよね。練習のペースが速いというのは同時にリスクがやっぱ大きいんですね。で基本的にはそのペースが速いということを追い求めるような練習をしているとなかなかその長距離走マラソンっていうのはうまくいかないことも多いですよと。でじゃあなんでそのペースが速いことがリスクなのかっていうことを今日はその5つの理由に分けて話をしていこうというふうに思います。で、まず早速ですね、1つ目の理由なんですけれども、これが練習量が増やせないってところですね。で練習量っていうのは基本的には長距離走マラソン速くなろうと思ったら、できるだけ増やしていきたいものです。基本的にはやっぱり練習量が多ければ多いほどいいというふうになります。もちろんその再現っていうのは、ありますから、例えばですけども月間ね、800キロ走っているところから1000キロにした方がいいのかとか、そこまでいくとですね、正直その練習量で得られるものっていうのはだんだん言ったら減っていくんですね。これ収穫低減の法則っていう、トレーニングの原理原則の一つで、ある考え方なんですけれども、もちろんトレーニングっていうのはですね、やればやるほど単位負荷あたりのその効果っていうのは少なくなってくるんですよ。これ分かりやすく言うと、全く走ってない人が、言ったら200キロ、100キロですね。全く走ってない人が月間100キロになったら、多分すごく走れるようになるんですよ。で、100キロの人が200キロにしてもめちゃめちゃ走れるようになると。で、100キロの人が300キロ、あ、200キロの人が300キロにしても、これも多分結構効果がでかい。で、300から400になってもでかいんだけれども、このあたりぐらいから多分200から300になるのと、300から400になるのっていうのは、ちょっとその効果の度合いっていうのが下がってくるんですよ。効果の度合いというか、こう変化ですね。体に起こる変化っていうのは、その度合いが下がってくると。で、400から500、500から600って、こう、どんどん練習のですね、量の話で例え区切っていくと、こういう感じでレベルが上がれば上がるほどその単位負荷あたりの効果っていうのは減っていくっていうのが、これは大原則になってくるんですね。でここを踏まえた上でトレーニング考えないといけないんですけど、ペースが速いということは量が増やしにくいんですよ。で、さっきね、中学定義の法則である程度のとこまでいくと、言ったらこう効果が単位負荷あたりの効果減っていくって話をしたんですけど、とはいえ月間500とか600ぐらいまではですね、もう量で解決できることっていうのが非常に多いんですよ。だから、そこまで走ってない方っていうのはやっぱり基本的には練習量を増やしていく。で特にそのフルマラソンっていうのをメインにしたいんであれば、なおのこと練習量は本当にその理想を言うなら500とか600キロぐらいまで増やせるといいということになります。もちろんそのね、私もそうですけれども、仕事しながらね、私も走ってますし、皆さんもお仕事されながら走ってると思いますので、なかなかですね、その500とか600行こうと思ったら結構生活を犠牲にしないとできない部分も大きいので、現実的に言うとやっぱり300とか、400あたり走れていれば、市民ランナーとしてはかなりですね、いい練習量になってるんじゃないかなというところはあるんですけれども、そういうところなんですね。いかんせんやっぱりそのいずれにしてもマラソンやるんだったら、特にマラソンにタイムをねある程度狙っていこうと思うんだったら、やっぱりできれば月間300キロ毎日10キロですよね、鳴らしたらぐらいの練習量とか、できれば月間400とかぐらいの練習量に近づけていきたいところなんですね。ただペースが速すぎるということは、その量が増やせないということになります。なぜならやっぱりペースが速いということは、それだけ体にかかるダメージが大きい、1回1回の練習のダメージが大きいので、故障とかオーバートレーニングリスクが上がるというところになります。でこの故障オーバートレーニングリスクが上がるというのがこの2つ目の理由なんですね。まさにそのペースが速いというのはそれのリスクが上がるんですよ。なんでかって言ったら、基本的には故障とかオーバートレーニングになるのっていうのは、ペースから来ることが多いからです。
結構その量をやりすぎると故障したりとか、オーバートレーニング、オーバートレーニング症候群って簡単に説明すると、病気とか故障とか明らかな兆候がないにもかかわらず、でまたトレーニングを継続できているにもかかわらず、長期にわたって走力が低下し続けるという、この現象をオーバートレーニングと言います。早い話が練習できているのに遅くなっていると、そういう状態をオーバートレーニング症候群というふうに言うんですね。でこれも結構質が高すぎることから来ることが多いです。でなぜかというと、故障とかオーバートレーニングっていうのも自分の体のキャパっていうのをこう絶えずちょっとずつこう超え続けてる状態にいるから起こることなんですね。じゃあキャパを超えるってこれどういうことなのかっていうと、これは基本的にはそのやったトレーニングの刺激に対して体がもうそれを適応できてない状態ですね。それを受け入れきれてない、消化不良を起こしている状態なんですよ。でこれは当然その何ですか、やりすぎな量っていうのもダメなんですけれども、質の方が割と早い段階でキャパオーバーっていうのが来やすいんですよ。で質が高い、ペースが速いということは、それだけその単位時間あたりのエネルギー量が必要になるわけですよ。そのペースを維持するためにたくさんのエネルギーが必要になるので、自分の体の中のその出力っていうのが上がるわけなんですよね。で出力を上げるということは、それだけ代謝、もうちょっとその深い話でいくと代謝が変わるんですよ。基本的に私たちランニングっていうのは有酸素、酸素を使う代謝だけでエネルギーを回してます。ただある程度のペースになってくると、その酸素を使う代謝だけではエネルギーを賄いきれなくなるんですね。ってなってくると、今度無酸素系の代謝も使い出すようになるんですよ、部分的に。で無酸素系の代謝を使うと大きなエネルギーを生み出せるっていう利点はある一方で、その副産物として体内、血中の中にその乳酸というのが多く発生したり、水素イオンというのが多く蓄積するということによって、より多くの疲労というのが残るんですよ。でそういうのが疲労が溜まって、体がですね、疲労困憊になっていって、なかなかこうトレーニング刺激に対して受け入れられなくなったりとか、あるいはその出力が大きいということは、筋肉のそれだけの言ったら消耗度合いも激しいですし、あと接地の衝撃っていうのもやっぱり一歩一歩大きくなるので、体にかかるその負担っていうのも大きくなるんですよ。だから故障のリスクっていうのも、起こりやすくなります。やっぱり長距離走で起こる故障って基本的には接地の衝撃から来ることが大きいので、やっぱりその接地の衝撃が強ければ強いほど故障のリスクっていうのは上がるわけですね。ってなってくると、やっぱりペースが速いっていうのはそれだけ故障とかオーバートレーニングのリスクが上がるということです。これ2つ目の理由ですね。で3つ目のところがですね、ごめんなさい、ちょっと一応メモで確認はしないといけないなと思って、話をまとめないといけないんで、休憩時間、休憩というか休息時間ですね、を長めに取らないといけないということですね。はい。でペースが速いということは、これはですね、2つの意味で休息時間を長く取らないといけないです。まず1つがですね、そのワークアウトの中でも休息時間を長めに取らないといけないということです。例えばですけど、インターバルとかやるにしても、そうですね、400m インターバルを例えば15本やるとするじゃないですか。415本やろうってなった時に、ペースが速いと、その400走って、その次の400走るまでの休憩時間を、例えば、400m でつながないときついですということになります。だけどペースちょっと落としておけば、400走って200m のつなぎでもう一回400走り出すってことができるようになるんですよ。でこれの最大の便益は何かっていうと、レースに近くなるということです。インターバルトレーニングっていうのは、特にフルマラソンされる方、フルマラソン限らず 5000m でも全部そうなんですけれども、長距離種目においてのインターバルっていうのは、最終的には休息をどれだけ長くしていって、その疾走区間のペースをどれだけレースペースに近づけていけるかっていうことがめちゃくちゃ大事になります。最終的にはここを目指していくべきです。で本数を増やしていくべきです。でインターバル、今例えば415本って言いましたけど、フルマラソンやるんだったらやっぱり最終的には420本とかやりたいですし、 1000m だったら12本とか10本とか、ぐらいはやっておきたいところです。でこういうと、なかなか市民ランナーでそんな本数こなせないっていう意見は絶対一定数来るんですけれども、それは基本的にはペースが速すぎるってことが一番の問題なんですね。でペースが速すぎるから、それは当然ですね、やっぱりその何ですか、本数重ねることもできないし、あとは1本あたりの休息時間っていうのもやっぱり長く取らないときつくなっちゃうんですよ。これは当然のことなんですね。これはもうプロでもそうです。やっぱりそのペースが設定がちょっと速すぎる場合は、当然やっぱり休息するだけ長く取らないといけない、同じ人間ですから、そこは同じなわけですね。でなった時にやっぱりそのペースを速すぎる、自分の、言ったら走力から見て速すぎる場合っていうのは、その一本一本の休息時間がどうしても長くなるということで、レースからかけ離れていきますよと。プラス、やっぱりその本数増やせないというところで、なかなかレースに直結しない練習になってしまうという、そういうリスクがあるということですね。で今一つ目の意味はって言ったんですけど、二つ目の意味はこれ週単位とか月単位で見てもということです。
例えば週単位とか月単位で見た時に今日ペースの今日やった練習のペースがちょっと早すぎたなと、例えば15キロぐらいを中強度で走ろうと思ってたんだけど、まあ、ちょっとこう勢い余って高強度ぐらいになってしまったとなったとするじゃないですか。今日中強度ぐらいで抑えておけば明日も例えば距離走やろうと思ったらできるし、インターバルやろうと思ったらできるしっていう、明日も練習できる、明後日も練習できるっていう状態になるんです。だけど今日ペースが早すぎたことによって明日の練習とか明後日の練習に支障が出るんですよ。ってなるとやっぱりそのなかなか練習の密度っていうのを上げていくことができないということになるんですね。でこれも練習の基本なんですけど、基本的にはやっぱりトレーニングってできるだけ密度を上げていきたいんですよ。まあ、レース前とかになったら逆に密度を下げていくということが大事になるんですけど、基本的にやっぱり特に鍛えるという段階においてはその週の中とか月の中にどれだけ、まあ、言ったら中強度レベル以上の練習が詰まっているかっていうことがめちゃくちゃ大事になるんですね。でそう考えた時に1回1回のペースが早すぎるということは次の練習に支障が出るということなんですよ。だから詰められないんですよ、しっかりと。一回やったらちょっと休憩しないといけないっていう意味で休息時間が長く必要になる、こういったリスクもあるということですね。だから練習詰めたいんだけどちゃんと詰められないということですね。はい、っていうのが、まあ今3つ目のリスクですかね。はい、で4つ目のリスクがですね、もう目が悪いんでね、本当にすみませんねということなんですが、力みやすいということですね。はい、でこの力みやすいところに何なのかってことなんですけれども、これはですね、長距離走とか長距離ランナーにとっては結構大問題です。で最終的に長距離ランナーっていうのはその走り方の面で何が大事かっていうと力が抜けてるということなんですよ。目標としてするレースペースの中でどれだけ力を抜いて走れるかっていうのがもう最終的に一番大事というか、これしか大事じゃないと言っても過言ではないです。綺麗に走るとかそういうのはもう全然どうでもよくてですね、本当に力が抜けてるかどうかっていうことなんですよ。で力が抜けてる走りイコール綺麗な走りなんであればそれはもうめちゃくちゃいいんですが、まあ、大概多分力が抜ける走りってなってると綺麗な走りになってると思いますっていうぐらい、もう一番に意識すべきは力を抜くということなんですね。なんですがやっぱりペースが速い練習をやるとどうしてもですね力みやすいんですよ。だから苦しいところにちょっとこう力を入れてしまうような癖がついてしまうとか、そういうちょっとこう長距離とかマラソンを楽に走るっていう観点から見た時にはあんまりそのノンエコなフォームが身についてしまう、まあ、そういうリスクがあるということですね。これが4つ目の力みやすいというポイントです。で最後1つ目なんですけど、これがですねコンスタントにこなしにくいということですね。まあ、やっぱりペースが速い練習っていうことはそれだけ一回一回集中力が必要になるわけですよね。はい、で何でかって言ったら成功確率っていうのが下がるわけですよ。例えば低強度走を失敗することであんまないですよね。まあ低強度走って主観的に楽な走りなんで、まあ、あんま失敗とかいう概念がないと。で中強度走もそうだと思います。別に楽でもなくきつくもなくっていうことなんで、中強度走も正直失敗という概念ってあんまないと思うんですよ。まあ、感覚で管理するものなんでね、まあ、中強度走失敗してしまったって思うということはそれはおそらくもうペース早すぎてますね、高強度になってしまっているっていうことだと思います。だから中強度とかも失敗ってことはあんまないんですけど、じゃあペースが速い練習、まあ、いわゆる高強度とかペース速い練習ですよね、とか中強度でやろうと思ったけどペースが速すぎるようになってしまったみたいな、でこういうのっていうのは失敗というリスクが出てくるんですよ。まあ、こういう練習インターバルやろうとか、今日はテンポ走やろうみたいな時に失敗っていうリスクが出てくる。でなった時に調子の良し悪しによってコンスタントに練習をこなせないというリスクが出てきます。だからペースっていうのはちょっとこう早すぎたりするとそういうリスクがあるというのと、まあ、あとはですね心の故障のリスクが上がります。これ何言ってるかっていうと、市民ランナーの方って一人で練習すること多いじゃないですか。で例えば部活生とかだったら集団で練習することが多いので、まあ、ある程度こう赤信号みんなで渡れば怖くない的なノリでですね、まあ、インターバルみんなでやれば怖くないみたいな感じで、まあ、できるところもあるんですよ。だけど市民ランナーで、まあ、もちろん練習会とか活用される方はね、どんどん活用するといいかなと思うんですが、まあ、とはいえそのいつもいつも負荷の高すぎる練習というか、まあ、ちょっとこういっぱいいっぱいのですね、あんまりこう自分にとってストレッチングな練習をずっとやってるとですね、早かれ遅かれその心が故障するんですよ。で毎回毎回その、ね、ペースが速いということは集中力が必要ということは、心が削られていく、集中力が削られていく、でこれを繰り返していくと本当に走るの嫌になっていくんですね。でこれはあんま望ましくないんですよ。で特に市民ランナーの場合って引退という概念がないですから、やっぱりその走りたいだけ走れるわけじゃないですか。でそうなってくると実業団とかプロとかの人と比べて我々の最大の利点っていうのは時間があるんですよ。時間かけてでもベストを更新し続けてものすごい高いところまで到達するという、そういうことが可能なわけですよ。実業団とかプロの人たちっていうのはもう今日とか今日はちょっと言い過ぎですけど、今年とかね、今年来年の結果でもう
プロでいられるかどうかが、実業団チームにいさせてもらえるかどうかがかかってるので、生活かかってくるので、そんな悠長なことは言ってられないんですけれども、まあ、市民ランナーの場合はですね、時間があるんですよ。時間かけられるんですよ。別に、今年達成できなくなっていいんですよ、目標って。来年達成してもいいし、再来年達成してもいいし。で、もっと言うと、もう1年で数分ずつでも、ちょっとずつでも積み上がっていけば、結構何年もしたら、すごいベストが伸びてたりするんですね。そういう世界なので、何より心を故障せずに、淡々と積み上げていくっていうのがめっちゃ大事なんですね。ってなった時に、やっぱりペースの速い練習っていうのは、やっぱり早かれ遅かれ心の故障っていうのを招いて、走るのがちょっとしんどくなってしまうということになるので、まあ、そういったリスクもはらんでいるので、あんまりペースっていうのは、まあ、むしろちょっとこう一歩ゆとりがあるぐらいで設定した方がいいんじゃないかなというところです。ということで、今回の話の内容は以上です。5つの、ね、ポイントでまとめさせていただきましたが、ペースをですね、あまり追い求めるということをせずに、せずにとか、しないといけないときはしないといけないんですけど、ずっとそういうことをするんじゃなくて、例えばレースから遠い基礎構築の時期とかは、インターバルじゃなくてファルトレク、まあ、時間で限る区切るファルトレクという練習をするとかね、ファルトレクについては過去の動画でも話しているので、よかったらファルトレクで検索してみてもらえたらと思うんですけど、とか、まあ、そういったですね、ノンプレッシャーでできるスピード練習をやったり、あとはもうやっぱり何度も言ってるんですが、中強度走とかね、強度で管理する練習っていうところを、メインに据えていただくと、そういった心の故障のリスクっていうのを減らしながら、しっかり走り続けていくことができますので、ぜひ頑張っていただければと思います。というか、頑張っていきましょう。私も頑張りますので、頑張りましょう。はい、ということで今回の話の内容は以上です。最後に皆さんにお知らせです。現在ですね、小説、長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという、書籍、大阪マラソン日本人トップが書いて書籍があります。私がですね、マラソン3時間16分から2時間32分まで伸ばす本当の最初のきっかけになった一冊となっております。こちら通常1000円で販売しているんですが、私の、ね、メルマガに登録していただければ、電子データを無料でプレゼントさせていただいておりますので、ぜひよろしければこの機会にメルマガ登録してお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの原稿データを現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。なんか前に YouTube のコメントっていうか、最近ごめんなさいね、コメント全然返せてなくて、本当にもうちょっとメールのね、返信とかめちゃくちゃ忙しくて、見てはいるんですけれども、ちょっとごめんなさい、あんまり最近は返信できなくて申し訳ございません。ただ、読ませていただいておりますのでね、ということなんですが、YouTube のコメントの中であったのが、本ですね。なんか、どんな本読まれているのか気になりますみたいなコメントいただいてました。ね、せっかくなんで、まあ、ちょこちょこ紹介してみたいなと思うんですけれども、まあ、いろんな本読めます。私はビジネス本もめっちゃ読むんですね。まあ、一応ね、自分で自営業でやってますんで、まあ、なんて言うんでしょう、こう上司がいないんで、本っていうのが、やっぱりなんかこう、困った時に聞ける先輩みたいな存在なんで、まあ、本とかよく読んでますけど、まあ、ビジネス本も読むし、あとは中学生のこう、ランニング指導、まあ、ランニングっていうか、まあ、引いた人間指導ってとこもやってる、行く上で、まあ、人間力を上げていくような、まあ、哲学書みたいなのとか、まあ、そう歴史書みたいなのとかも結構読んだりしますね。やっぱり歴史を学んで、そういった人間の幅を増やそうとか、まあ、あとはランニング本はもちろん結構いっぱいありますね。ランニング本もすごい好きですし、あと小説ですね。小説めっちゃ好きですね、私。最近ほんと週に1回ぐらい小説読むんですけど、週、まあ、2週に1冊ぐらいかな。最近ハマってるというか、昔から好きなのは東野圭吾さんですね。はい、手紙っていう最近買ったやつはこれですけれども、めっちゃ面白いですね。あと「さまよう刃」がやっぱり一番好きですかね、私は。東野圭吾さんの作品の中では。はい、あとはまあ百田直樹さんもね、ちょいちょい読みます。百田直樹さん、私百田直樹さんの息子の子がいるんですけど、私が新卒で入った会社で同期入社やってたんですよ。百田直樹さんの息子が、長男の子が、で、まあ、その関係で百田さんの本もちょこちょこ読ませてもらったりもするんですけど、百田さんってなんかね、なかなかパンチ強いイメージありますよね。ただ息子もなかなかくせ者ですからね、めっちゃ面白いですよ。っていう、まあ今日は本紹介というか、どんな本読んでるかってことを言ったんですが、まあまた機会があれば、どんな本の紹介とか、そんなこともしていくかもしれないです。おまけコーナーで。